11日戦争は第1次世界大戦の東部戦線における中央、同盟国の最後の構成である。ファウスト・シュラーク作戦として発動された。ロシア革命とロシア内戦の余波を受け、ロシア軍はもはや抵抗することもできなくなっていた。それゆえ中央同盟国は、バルト三国、ベラルーシ、ウクライナの莫大な領域を占領するに至り、ボリシェビッキは、 ブレストリトフスク条約を調印させられることになった。ボリシェビキは10月革命により、ロシアの権力の座につき、第一次世界大戦からの離脱を全世界に宣言した。1917年12月3日から、ブレストリストにて、ソビエトと中央同盟国の間で停戦交渉が始まり、12月17日から戦闘停止が有効になった。12月22日から、 和平交渉が続けて行われた。交渉が始まり、中央同盟国は1914年から1916年の間に占領したポーランド、リトアニア、ニシラトビアの領土を要求した。ボリシェビキはこの提案を受諾しないことを決定し、交渉を長引かせて時間を稼ごうとしたため、停戦協定は破棄された。ロシア代表団のレフトロツキーは、 交渉を遅らせることで、ドイツ革命が起き、ドイツが戦争から離脱することを期待していた。トロツキーは戦争継続派と即時講和派の中間の立場を取っていたが、1月28日にソビエトロシアは戦争が終わったと宣言した。この宣言はすでに西部戦線に兵を送り始めた、ドイツ軍にとって受け入れがたいものであった。ドイツ軍の参謀であった。 ホフマン将軍は2月9日に、ウクライナ人民共和国と平和条約を結び、2月17日には、ロシアとの休戦を破棄した。交渉が進められている間、赤軍の司令官のニコライク・ルイレンコは、ロシア軍の民主化と動員会場を監督しており、軍の司令官を投票で決め、すべての階級を廃止し、兵士を故郷へと返していた。 1>, 1月29日にクルイレンコは全軍に対して民主化を命令した。1918年3月、キエフのドイツ軍2月18日、ドイツ軍とオーストリア・ハンガリー軍は53個師団を率いて3方向から攻勢を開始した。北方軍はプスコフからナルバへ、中央軍はスモレンスクへ、南方軍はキエフへそれぞれ進軍した。 北方軍は16個師団から構成されており、構成の初日にダウガフピルスを占領した。さらにプスコフにも進軍し、2月28日にはナルバを占領した。中央軍はドイツ第19軍と第41軍団から構成されており、スモレンスクへと進軍した。2月21日にはミンスクを占領し、ロシアの西方軍集団の司令官を捕虜とした。 南方軍はロシアの残存する南西方面軍集団を突破し、2月24日にはジトーミルを占領した。3月2日にキエフは防衛されており、翌日にはウクライナ中央評議会の軍がキエフに到着した。中央同盟軍は大した抵抗もなく、1週間で 240km も前進した。ドイツ軍はペトログラードから1 6 0トルの地点まで、 進出したため、ソビエトは首都ペトログラードからモスクワに戦とした。この戦いは、ドイツの兵士がロシアの鉄道を使って東に進出したため、鉄道戦争とも呼ばれている。ホフマンは2月22日の日記で以下のように記載している。これは、私の知っている中で最も滑稽な戦争だ。我々は、機関銃を持った。 わずかな兵士たちに野砲を装備させて鉄道に乗り、次の駅へ急行した。そして多数のボリシェビキの捕虜を捕らえた。少なくとも、このような前進は、とても珍しく興味深いものだ。ドイツ軍の攻撃は継続され、レフトロツキーは、ペトログラードへと戻った。多くの指導者は、軍の崩壊により、ロシアが全く抵抗できないにもかかわらず、戦争の継続を望んだ。 ウラジーミル・レーニンは、攻勢はより激しいものとなるため、ドイツの要求を受け入れるべきであるとソビエトの指導者に、訴えた。レーニンを支持する者として、レフ・カーメネフ、グリゴリー・ジノビエフ、ヨシフ・スターリンがいた。嵐のような、レーニンの議会の支配が終わった後、ドイツの講話を受け入れる議決が166票中、85票、獲得し、可決された。 中央委員会も7人の賛成と6人の反対の僅差で可決された。そしてトローツキーもドイツの降伏を受け入れるように考えを改め、3月3日にボリシェビッキはブレストリトフスク条約に調印した。2月23日にドイツ軍はレバルに到着し、翌日エストニア救済委員会はエストニアからの独立を宣言した。ドイツの占領軍は エストニアの政府を認めず、ドイツの占領局を設置した。2月24日、全ロソビエト中央執行委員会が、ドイツの提示した、講和条件の受諾を伝えた。ブレストリトフスク後の国境戦ボリシェビキの降伏により、中央同盟国のナルバから、北、ウクライナに至る戦線での進軍は止まった。ボリシェビキは、 ブレストリトフスク条約で南ロシアのすべての領土を放棄した。次の数週間で中央同盟国の南方軍は 800km 以上進軍し、全ウクライナを占領した。ドイツ軍はコーカサスとフィンランドでは作戦を継続させており、フィンランド内戦では白を守る軍を支援した。条約の締結により、バルト海の海軍はクロンシュタットを除き、すべて ドイツ軍に引き渡されており、オデッサの国会艦隊は武装解除した上で、係留させられた。ボリシェビキは63万人のオーストリア・ハンガリー帝国の捕虜返還に同意した。ブレストリトフスク条約により、ソビエトロシアは、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナを放棄し、ロシアの影響を受けず、各国が独立して発展することを可能にした。 ドイツはこれらの国を自らの衛星国にすることを計画したが、西部戦線での敗北により計画は消滅した。そのため、ウクライナ、ベラルーシ、コーカサスの地域にて、ポーランド、フィンランド、バルト3国が独立することになった。ボリシェビキ内で、レーニンの地位は盤石であったが、ドイツ軍がバルト方面に進軍したため、3月12日に、 レーニンは首都ペトログラードからモスクワへ遷都した。ブレストリトフスク条約についての議論は強く抑圧され、レーニンは二度とブレストリトフスク条約受諾のような政治的リスクの高い選択をすることはなかった。ありがとうございます。